大家好，我跟文章呢现在在咖啡厅。那今天呢，我们两个要去吃一顿晚餐。这一顿晚餐呢，其实是有一点庆祝性质的，因为我们文章呢，他最近一直疯狂的连勤，终于连勤结束可以放假了，所以想说要来慰劳一下他的辛苦，我就帮他订了一个套餐。喝完咖啡呢，就要准备吃晚餐。副将，もうすぐお祝いのレストランどうですか？楽しみ。期待。这次呢是预约一家在表参道，价钱也非常中等的和式餐厅。いいね、二人で一万円切った。切った。あ、いいね、コース料理。そう。いいね、楽しみだ。運転もね、結構疲れたから、リフレッシュして食べようかなと思います。四回ね。着きましたね。着きました。今日のコーディネート。ブラックコーデ。いつもと違う。对，这个裤子是文当新买的，给大家看一下我们两个今天的房间，有一点微各式的感觉。我们当当，いいね、雰囲気、もう個室じゃん。ありがとう。我们这一次呢是点套餐，我跟文当非常的喜欢吃和食，所以这一次呢我就帮他选日本料理。刚才文当点了葡萄柚沙瓦，那因为我最近减肥，所以我没有喝饮料，我喝水就好了。我们的饮料来了，那边是文当的葡萄柚沙瓦，我点的是一般的水，一般的水可以这样加，哇，这样一瓶很帅耶。いいな、これもこれなくなったらそれで飲もうかな。乾杯。Bye。お疲れ様です。疲れ。今日は美味しい和食食べてください。ルーちゃんも飲んでみて。美味しいかな。うん、美味しいね。果肉入ってる。そう、果肉入ってるの。美味しい。ハツマ、ハフマ。我们的前菜还有我们的生鱼片来了。耶、美味しそう。ね、すごい綺麗だね。これが俺一番美味しそうだと思ってます。うん、好吃。こんぐらいちょっとさっぱりしたものが食べたくなるんだよね。いいね。这里的前菜超漂亮的，他们打光可能也有关系，全部的菜看起来都闪闪发亮。副将さっきこれ美味しいだっけ？うん、それが美味しかったよ。一番さっぱりそう。美味しいね。うん。副将、トマト食べてね。ちょっと苦手。トマトあげるよ。ダメだよ。体健康のために。あ、这个鱼看起来好好吃哦。食べてみます。魚美味しい。这个沙拉看起来好好吃哦。嗯哼。哎，魚美味しくないこれ。嗯。もう一個食べたい。来吃吃看刺身。ルーちゃんのはめっちゃ油の刺身が入ってて美味しそうだね。フーちゃんそうじゃなかった？うん。ほら。あ、じゃあ一個。うん、大丈夫大丈夫。でも今日はふーちゃんのお祝いの日だ。大丈夫だ。何？言い方の真似したわ。ふーちゃん刺身どう？美味しい？美味しいよ。意外とふーちゃんどっちも刺身好きやからね。でもマグロよりね、タイの方が美味しい。先にマグロいただきます。美味しい。うん。私も飲もうかな。刺身食べるとね、飲みたくなっちゃう。吃了生鱼片之后呢，太想要喝酒了，所以我决定了我要点一个柚子酒。何やってんの？ちょっとでも美味しく食べるよ。お腹を空かしてるんだ。さっきふーちゃんカフェでいっぱい食べたからね。子供できたら子供部屋これにしようかな。可愛くない？可愛いね。何色がいい？全部いいな。黄色もいいしな。これもいいな。これいらないわ。我文当就是很喜欢宝可梦的耿鬼。这一道也好可爱哟、喔。这一道呢有文当很喜欢吃的玉子烧。好香。那你个好香。好香。我以为它这个是冷盘，它吃起来是热的。然后上面呢有味噌酱，好好吃哦、喔。好吃。さっきマクオでフージャンのこれしか見えてない。好吃哦。炸物来了。不是。ね、美味しいよ。大家看它这个炸面衣，里面最外层是豆皮，然后是チーズ，然后是樱雕，好吃哎。じゃがいもホクホク。キシマの時に釣った魚結構まだ思い出すな。あの時はさ、全然釣れなくて最初、なんか師匠に教えてもらったやり方をずっとね繰り返したの。いきなりヒットして、
ガーってやった。めちゃめちゃでかいね、魚が釣れたの。あれいい思い出だったね。あれね、サムネにもなってるんだけど、あれ本当用意された魚じゃなくて、本当私がね釣った魚なんですよ。あれ本当自慢したい。大家不觉得文代这个灯光讲这个他的脸真的超像幽灵的吗？初めての本当魚釣りで。来了我们的肉料理。好香。好香啊！可以，这种味噌还有点淡呢。旁边这边还有竹笋。美味しい。いただきます。おいしい。あ、下の味噌と食べる方が美味しい。はい、こちらの花のご飯でございます。店员会帮我们分成两碗。开动，开动呢，美味しそうだね。ご飯のピカピカ。美味しい。本当？めちゃくちゃ美味しい。しっかり味ついてる。味噌汁も来ました。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいね、本当に、うん、間違いなく一番だね。ここの味噌汁も美味しいです。量はしっかり入ってます。我们文当吃第三碗了。いらっしゃい。お前じゃん、どっから来たの？台湾。お、俺も行ったことあるよ。そっか、嫁が台湾人だね。そっか、台湾いいとこだよね。特にゴーマ。あれが美味しいんだ。姉ちゃんもすっかりゴーマ。じゃあどうして今回のご飯の中にゴーマ入れてないの？お、台湾人はゴーマご飯食べるのかね。食べないだろ。それと一緒さ。ゴーマチャーハンあるよ。食べてみたい。今度食べさせてよ。お母さんが作ってくれたケチャップチャーハンの中にいつもゴーマ入れてくれる。へえ、美味しそう。もう第三杯行きましたね。ハッパ。ハスマ。ハッパだけど美味しい。甜点是黑糖绝饼，还有热茶。哇，感觉超好吃的！吃这个绝饼就是要配茶，因为绝饼呢它比较甜。いただきます。好吃吗？好吃。为什么好吃？因为很甜。好暖哦。超喜欢吃绝饼的，去很多地方都会点绝饼，所以看到他们甜甜绝饼的时候，超开心，马上下定了。吃完啦！把今天粉蒸包都吃完了。再见。还没再见。我家德轩食べるの最高，本当に。美味しかった。ごちそうさまでした。本当ね、最後の。鯛めしが美味しすぎて。連休終わりおめでとう。そうだね、やっと休みが取れてルーちゃんに美味しいご飯をねご馳走してもらってとても嬉しい気持ちです。初でした。しかもめちゃめちゃね食べて美味しくて今幸せな気持ち。本当？うん、ありがとうルーちゃん、シェシェ。これからねもう連休ありませんように。また連休があったらまた美味しいものを連れてくるよ。そうだね、まあこういうふうに休みもなく仕事してまたねこういうふうにリフレッシュできるっていうのがまたいい楽しみになるかな。ありがとう。我们文当经历了这么多天的连勤，终于可以休息了。那赶快回家，好好的让他睡觉。いっぱい食べて、いっぱい寝るのが一番だ。本当に。いやもう本当ね、疲れた時はね寝るのが本当一番。寝たらね次の朝めっちゃ元気だから。いいね。大家晚安，再见，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。